メーガン妃が「リメンバランスサンデー」「戦没者追悼の日」に出席した際の輝きを失った瞬間と指摘される動画が話題になっている。実は王室内での対立がこうに表面化していた時期である。話題の動画「メーガン妃が輝きを失った瞬間」メーガン妃は2018年11月11日にロンドンのセノタフ。 戦没者記念碑で行われたイギリスの全国追悼式典に出席。その直前にオーストラリアと南太平洋への海外公務を成功を裏に終えたばかりであった。しかし、その月に出版されたチャールズ皇太子、当時、の電気、70歳のチャールズ、思い、希望、そして夢、チャールズ・アット・セブンティー・ソーツ、ホープス・ド,ド・リームス、ソーツ、ホープス・ド,ドリームス。 で、メーガン妃が要求の多い人物として書かれ、ヘンリー王子が王室スタッフに対して、メーガンが望むことはすべて叶うと発言したことが記されている。また報道によると、同年5月に行われた結婚式前にメーガン妃のティアラに関して、エリザベス女王がヘンリー王子に注意したとされている。それはメーガン妃が王室での経験が険悪になる転換点。 と後に語る時代の始まりであったそういった話が表沙汰になって数日内の2018年11月11日にロンドンのセノタフ戦没者記念碑で行われた「リメンバランスサンデー」に出席している今年の「リメンバランスサンデー」にキャサリン妃を含む王室メンバーが多数参加したこともありメーガン妃がこの式典を見守る様子を収めた過去の動画が拡散したのだ かつて追悼礼拝が楽しみだった時代がありました。この時、メーガン妃が輝きを失っていることに気づきました。目に現れています。でも、今ではその状況から抜け出し、素晴らしい家族と共に花を咲かせていることに感謝しますとキャプションのついた動画には8000以上の、いいね、そして18万回以上再生され、以下のようなコメントで溢れている。彼女を祝福してあげて、 とても怯えているように見える、メーガンは上の空です。その悲しみがわかるでしょう。でも今では目に光が戻っています。いつか王室がこの2人に戻ってきてほしいと願う日が来るでしょう。メーガン妃、エリザベス女王、キャサリン妃ともにバルコニーから式典を見守ったが、メーガン妃はドイツのシュタインマイヤー大統領、当時、 の妻であエルケ・ビューデンベンダー夫人と一緒に別のバルコニーに立っていた。イギリスのメディアはカーテン裏で起きていた王室の圧力を当時報じている。その1ヶ月前の10月にメーガン妃が2人のスタッフを王室を去らせるよういじめていたとケンジントン宮殿のジェイソン・クナウフ広報官が上司にメールで抗議していたことが後に判明している。 また、その数ヶ月前の同年6月には、ヘンリー王子とメーガン妃がウィリアム王子、当時、とキャサリン妃と面会し、双方の夫妻同士の問題を解決しようとしていたことも分かっている。ヘンリー王子は自身の解雇録、スペア、スペア、で、ルイ王子出産直後のキャサリン妃に対して、ベビーブレイン、出産直後にホルモン状態から他に気が回らなくなる状態。 とメーガン妃が発言したことで、キャサリン妃を傷つけたことに言及している。ウィリアム王子、当時、がそれは失礼です、メーガン。イギリスではそういうことはしませんと言ったところ、メーガン妃がその指を私の顔の前からどかしてくださいと言い返したという。これは本当に起きたことなのだろうかと、ヘンリー王子はホルモン状態に関して怒鳴り合うまでの関係になってしまったときについて、 次のように綴っているメグはキャサリン妃を傷つけるつもりは決してなかったと述べて、もうそのようなことが繰り返されないためにはどうすればいいのかをキャサリン妃に教えてほしいとお願いしていた。